和民航路の風景林民航路上の中国石油ガソリンスタンドタクラマカン砂漠航路はタリム砂漠航路とも呼ばれ中国新疆ウイグル自治区にあるタリム盆地のタクラマカン砂漠を南北に縦断し主に北の G314 国道と南の G315 国道を結ぶ道路である現在2路線と1支線が開通している主に油田開発のために建設され 砂漠化を防ぐために道路脇に植物を植えているところも観察されている。和民航路は砂漠の北のクチャより少し東にあるブグル県からタリム川、タクラマカン砂漠を横切って南のニア県を結ぶ幹線道路。全長5 6 5 6 6トルの道路で1984年にタクラマカン砂漠での石油埋蔵が発見された後、百九十三年に 道路の建設を開始され、1995年に開通した。東葛航路は、和民航路の途中にある達中とその南東方向へ、チャルチャン県を結ぶ支線。全長1 5 6キロメートルの道路であり、2002年に開通。北のアクス地区内の荒る市と南のタン市をタン側に沿って結ぶ、幹線道路。全長七キロメートルの道路で、 2007年に開通。現在は、く茶から、荒らる市を経て、赤津ずひで、宝丹市までが国道化され、G217 国道が、宝丹市まで延長された形になっている。タクラマカン砂漠航路、タ,リム砂漠航路タクラマカン砂漠航路、中国交通旅ユーズ集、全身海訂版。ありがとうございます。